い、こんにちは。こんにちは。お邪魔します。どうぞ。じゃあ、上がってもいいですか。はい、どうぞお上がりください。失礼します。こんにちは、長野インターネット補足と申しますが、今、ここは長野市の高田に来ておりまして、はい、なんか面白いお店があるって聞いたので、ちょっと取材に来ました。ありがとうございます。自己紹介も含めてちょっと、はい、教えていただけますでしょうか。はい、アルカンシエルの、アルカンシエルって言います。お店はあそこに書いてある名前ですかね。そうです、はい、はいはい、アルカンシエルっていうのはフランス語で虹っていう意味なんですけれども。あ、そうですか。はい、そうなんです。幸せの虹の架け橋っていう意味を込めて、うん、アルカンシエルって名前がついています。うん、はい、塚田美穂と申します。塚田さん、はい。そしてこちらは、塚田みのると申します。みのるさん、はい、夫婦でやっております。そうです、夫婦で、はい、じゃあこの店はあの夫婦でやっていらっしゃるんですかね。はい、そうです。なるほど。まあ今あのちょっと入り口のところで見せていただいたんですけども、詳しくちょっとお話をお聞きしたいですね。はい、アルカンシエルと言います。アルカンシエルはフランス語で虹という意味で、ここに書いてありますが、幸せの虹の架け橋という意味を持っております。そして、体にいいことをたくさんやっておりまして、はい、まず笑いヨガ、はい、これで、体の免疫を上げていきます。そして水素水、はいはい、これで体のサビを取ることができます。はい、活性酸素の除去をいたします。はい、その他にアロマを使った施術もしておりまして、アロマでマッサージとか、あとアロマと水素水でヨモギ虫のように蒸すアロマ蒸しというものもやっております。その他に伊藤テルミ温熱療法という温熱療法をやっております。これによって血液の流れを良くする、でそういった体にいいこと、そしてまた耳つぼジュエリーといいまして、耳のマッサージもしております。とにかく体にいいこと、体が喜ぶこと、そんなことを提供しているところです。下の施術のお部屋も貸し出ししておりますので、また長野でない方とか、ご自身のサロンをご用意できない方とか、もしよろしかったらご利用いただければと思います。今後どんな風にしていきたいと思うでしょうか。そうですね、とにかく皆さんの笑顔、幸せになることを簡単にそれもなる方法を提供できる、でそしてまた皆さんが集まるスペースとして2階のレンタルスペースもご利用いただき、みんなでつながっていく、笑顔につながっていく、そんな場所になったらいいなと思っております。心と体の健康っていうのが、はい、テーマにありますので、断食は全く食べないのですけれども、はい、半断食は食べながらなんですね。はい、それでここで提案しているのは、こちらで全部食材とメニューを決めさせていただいてご用意して、はい、でそれで6日間ご自宅で自分で作っていただきながら、決められたものを食べて、そして体の変化を感じてもらうっていうものですね。なるほど。はい、いろんなこうスペースを用意されているという、はい、あ、そうですね、はい、まあ、ここも結構なんかオープンなところなんですけども、なんかちょっと珍しいものがあるんですけど、そうですね、なんかちょっと紹介いただけますか。はい、体の健康だけではなく心の健康ということも大事にっていうことで、はい、個性心理学って言いますのは、はい、アップしますね。はい、はい、まあ、もともとは動物占いなんですけれども、あ、動物の占いなんですね。そうです。そしてこちらはいくつかありますけども、はい、これは、はい、オラクルカードっていうカードになりますね。ますね。そうですね、いろんな種類がたくさんあるんですけれども、オラクルっていうのはご神託っていう意味で、はい、まあ、天からのメッセージ、まあ、おみくじみたいな感じで、はい、そうですね、はい、その時にその方に必要なメッセージをお伝えして、ちょっと後押しをして差し上げることができますね。はい、何か参考になるってことですね。そうですね、はい、なるほど、そうなんです。はい、おお、素晴らしいですね。ありがとうございます。かなり大きい、天井が高いってのがいいですね。はい、そうですね、はい、音が響きますね。そうなんです。クリスタルボールとか、はいはいはい、それからあとハープ、は
だったりとか、あとあのライブではないんですが、うん、あの実は私たちあの夫婦で雅楽を習っておりまして、うん、雅楽のお稽古なんかもここでしたりしています。はい、元宮内庁の先生が東京の方から月に1回お越しいただいてます。はい、防音っていうか音はどうなんですかね。はい、あのガラスが、はい、あのトリプルなんですね。ちょっとなんかこんな風にしてね、はいはいはい、開閉ができるようになっております、はい、であガラスは何枚ついてるんですか。3枚ですよね、トリプル。はい、なので防音はあのバッチリです。なるほど。じゃあ結構うるさい音楽でも大丈夫です。はい。なのでここでもあの笑いヨガをね、はい、あのやってますけれども、いやちょっとあの、はい、笑いヨガのちょっと下りをちょっと。そうですか。はい。はい、いいんですか。手拍子でよろしいですか。はい。こんな風にいたしますね。ほっほっはっはっは。ほっほっはっはっは。ほっほっはっはっは。イエーイ。やっ。なんか心が笑える。あ、そうですか。よかったです。ありがとうございます。